本館林原美術館は、岡山県岡山市北区の岡山城市にある、岡山県の登録博物館。運営は、一般財団法人、林原美術館。2016年現在、代表理事、長瀬礼二、館長、谷はじめなお。実業家、林原一郎の逝居に際し、刀剣を中心にした、古美術コレクションをもとに1961年に、 財団法人を設立1964年に岡山美術館として開館した。その後岡山県立美術館設立に伴い、同館開館に先立ち1986年に林原美術館に改称した。林原コレクションの他に岡山藩主池田家の伝来品も収蔵している。池田家伝来品には農装束、狂言装束などの 狂言に関係する有品が多いことで知られる。国宝の立ち名基や落中落外図などが代表的な収蔵品である。なお、東海収蔵の平家物語絵巻は国内に現存を確認されている唯一の漢本であり、富士通ソーシャルサイエンスラボラトリによって CD ロム化されている。二0 1年に美術館の母体である株式会社林原が 経営破綻により、長瀬産業の子会社となったことで、美術館の移管が検討されたが引き受け先が見つからず、2015年に新体制の林原によって、美術館支援が継続されることになった。印は株式会社、林原所有で、林原美術館が保管する文化財。無印は一般財団法人、林原美術館の所有。なお、 林原所有の美術品は、2011年の、同社倒産に伴い、プライスウーターハウスクーパースにより処分され所有者が変更されている。また、2015年に、美術館は、財政の健全化に向けて所蔵品の整理を行い、一部、手放すことを検討する旨発表した。婚糸移動丸株と、大袖付け重要文化財、あやぎ知事しぼたん、巻絵コンデーの、 明細あや,や知事ボタン、きん、巻エコンデー丁度19種出展、新指定の文化財、月間文化財453、第一法1放棄2001、ピアニッシ二25から26。ありがとうございます。